キクヤ141系の WTR247 台車。軌道検測装置を装備しているキヤ141系。軌道車は西日本旅客鉄道の事業用軌道車である。JR 西日本では民営化後、軌道や信号通信設備の検測用車両として、日本国有鉄道から承継したキヤ191系軌道車及びマヤ34型客車を使用してきた。 しかし、これらの車両は老朽化が進んできた上、マヤ34型は、客車のため牽引機関車の手配が必要であり、アーバンネットワークなど都市圏での運転の調整が困難になってきた。これらの問題を解消するため、従来、別々の編成で測定していた、信号通信系統と軌道系統の検測項目を一編成で測定できる総合試験車を、電化、 非電んかを問わず走行できる機動車方式で製造することとなった。JR 西日本全路線で運用されるため、JR 東西線や関西空港線など、機動車の乗り入れ対象外の路線での自走運転も可能となっており、基本的な走行システムはキハ187系、機動車、キハ126系機動車に準じている。構えからだ、大枠には、 軽量ステンレス鋼を使用し、室内に搭載する発電機、測定機器類の重量に耐える構造になっており、車体顔面形状は、その専用スペースと測定員の居住、往来スペースとの両立を考慮して、車体幅が大きく取られた。先頭部は、一般構造用圧縁鋼材の溶接組み立てであり、外板には、腐食を考慮して、抗体構成圧縁鋼材を使用し、 十分な強度を持つように板圧を大きくするなど強化した構造とし、先頭形状は乗務員と測定用写真機の前方視界を十分に確保するために非貫通となっている。大枠上面床構造は、キーストンプレートを前面に敷き詰め、床根太を立て、床板に T4.0mm のアルミを使用し、床敷物を敷いている。 検測機器とその配線は床中配線により収納したか床構造となっている。車体塗装はステンレス構え体の無塗装であるが、側面窓周りは検測車のイメージ色である黄色のカラーフィルムが貼られている。構成の前頭を構えたい部分は塗装仕上げであるが、外装全体の一体感を持たせるべく、地色はシルバー、前頭部は 側面ラインと同色の黄色としている。キア141型は、ATS 地上子からの信号レベルや、列車無線の電解強度測定などの信号、通信検測が行われている。通常は、ATS-SW および ATS-P を装備、計測している。キクヤ141型は、レールの歪みなど軌道系の測定が行われている。測定室側窓は、 固定式であるが、外部監視の目的で一部は、加工窓となっている。出入り台には測定員が利用する、カ道を設けている。トイレも設けられており、洋式となっており、真空式を物処理装置を装備する。軌道中心間隔測定装置の取り付け部は、車体側面と床に測定用の窓がある。戦闘車は、非貫通構造で、 運転取扱い関係機器はキハ187.126系と同一になるように配置されている。全面中央、助手席側の機器箱上には、軌道と信号関係の前方監視カメラがある。菊百141系の運転台背面には、測定用エンジン発電機の非常停止スイッチ、消火設備の起動スイッチがある。京都単語鉄道での運用2006年2月に2両。 編成日本4両が新潟トランシスで落成し、各地で検測機器の調整や乗務員訓練を行い、2006年秋から本格使用を開始した。2020年現在、2編成とも水田総合車両所京都支所に配置されている。JR 西日本全線のほか、自社で同様の車両を持たない JR 四国、JR 九州やこれらの3社と、 レールがつながっている一部の貨物船、第三セクター鉄道、私鉄でも運用されている。本系列の愛称である、ドクターウエストの名称は、鉄道ファンの間での愛称であり、当初は、JR 西日本では、愛称はないとしていたが、2016年8月の、京都鉄道博物館での展示の際に、JR 西日本でも、ドクターウエストの名称を使用するようになった。 日本海水ラインのみ、ありがとうございます。